でしたので、かなりこれはハードルの高い得点にはなります。ただ得意のこの床です。最初に村上茉愛さんも入れていた F 難度の大技、伸身のダブル、この後も他の選手とは違う入れ方で E 難度につなげます。組み合わせを狙います。途中は自転速からの3回ひねり 2.2 の加点になりますね。加点も出てきました。0.2 の加点を狙う、そういった出来構成を予定しています。2回半ひねりから前方の
難度と C 難度をつなげて 0.2 の加点。素晴らしい演技でした。